パーマネント、永久のとなります。パーマ、そう、髪の毛のパーマは和製英語で、実際はパーマネント、ウェーブとなります。直訳すると永久の波、つまり髪の毛が長いことずっと波打っている状態を作ること、それがパーマですよね。でもね、直毛の人とか3日でパーマ落ちたって話聞きますよ。全然永久ちゃうやん。